今週の弾丸トラベラーは香港貪欲ツアー後編。こっちです。香港通のしょこたんがしずちゃんのガイド役を買って出る。超人気のエビチリを堪能。あの名所で記念撮影と、ここまでは良かったが一つ問題があった。早い早いよしょこたん。しょこたんが無理なスケジュールを組んだため移動は全てダッシュ。なんとか初日のメインイベント光と音のファンタジーシンフォニー・オブ・ライツに間に合い大満足の2人と、ここまでが先週の放送。日本から香港まで3000キロ、わずか一泊の弾丸の旅。今週は後半戦。寝る時間も惜しんで夜の街へ繰り出し、しょこたん広東語初披露。そして時間の許す限り香港の美食をバカ食い。さらに禁断のプライベート映像も。香港貪欲ツアータイムリミットが迫ります。おはようございます。週末のシンデレラ世界弾丸トラベラー春休みスペシャル後編。先週に引き続きしずさんと私が行ってきた香港1泊2日の弾丸トラベル後編をお伝えします。せっかち？え、せっかちですね。せっかち意外だよね。伝わってましたね、しずさん。そうやな、見たら改めて。この番組は清潔で美しく健やかな毎日を目指す花王と、ね、日の飛行機でぐらいですよね、ゆっくり喋れたらね。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。私もしずさんもはっちゃけております。もう後編ではもうすごいまた濃厚な濃厚なね、あのしょこたんが右乳出すからね。もう嘘つかないでください。しょこたんが組んだ旅のプランによると、2日目は憧れのあの人の聖地が最大の目的らしい。夜8時半、しょこたんの案内でレストランへ。どこ通っても光が綺麗だったり、ね、看板とかもねキラキラしてて。香港ってやっぱ夜やね。香港通のしょこたんおすすめのこちらは、香港料理大賞を受賞した名店中上心。ディナータイムとなるときらびやかで豪華。まず一品目は、すごいなんかすっごいトロンとしてる、ね、中華の王様極上フカヒレのスープ。いただきます。あ、幸せ。あ、美味しい。続いては最高級アワビのスライス。あ、美味しかった。いただきます。おお。すごい味が出てくる。幸せ。さらにチャーハン。蒸し餃子、香港風オムレツとペロリ。お腹は十分満たされたが、何かが満たされないしずちゃん。何かが、そう、男関係。その今まで付き合ってデートとかした、付き合ったりしてたことあるの？そうですね。でもすぐ振られちゃったりとか、結構なんか失恋ばっかりですね。やっぱりすごいなんか漫画が好きだったりとか、こう一人の時間とかが欲しくって、でなんかついなんかそういう話ばっかりしちゃったりとかして、それでだんだん嫌になっちゃうみたいな。それをこう一緒に分かってくれる人がやったらいいんだよね。なんかそれ同じになって盛り上がってくれなくてもいいけど、なんかあ、それでもいいよって、勝手に好きなことはすればみたいな、許してくれたらいいですね。しずさんは結構好きになったりとか。好きになります。うん、すぐ好きになる。おう、で、成功率は極めて低いね。この横の道が全部そうで、食後もしょこたんは段取りにうるさい、せかします。夜遅くまで活気に満ちたノイアン街、さまざまな露店が所狭しと軒を連ねます。二人がまず気になったのは、やったら下着が売ってたり。下着なんと
セクシーなランジェリーショップ。すごいなこれ。すごいですね、ゾウさんがついてたりする。メイド風下着、これ下着なんかな。メイド風下着とかショコタン、メイド風に食いついた。2個、2個ゲイド賃が149。得意の広東語で値切ることに。ペンディラ。ペンディラ、ペンディラ。ペンディラ、ペンディラ。145で約分やん。あ、し。我好中意香港。130。130?OK。値切り成功と思いきや。じゃあ、ちょっと。やめとく。はい、うん、やめとく。ショコタン、意外に財布の紐は固いようです。結局露店では何も買わず、続いてショコタンが案内したのはスイーツの名店東朝。日本でも人気ですが、こちらが本店。早速オーダー。ついさっき中華を目いっぱい食べた後ですが、1個これでいいですか。マンゴーのソースの、うん、1個これと気になります。ボール、メロンタピオカ、黒ごま、これ気持ちいいね。とりあえず気になったものを頼んでみたら、8品頼んじゃね。あ、チョコ、チョコ餅だ。チョコ餅、やばい、美味しそう。これ、こちらはココアをまぶしたトリュフ風のチョコ餅。珍しいですよね。いただきます。中にクッキーが入ってる。おお、うまい。サクッとしたものを入れるっていう発想がなんかすごい。せいさん、スイーツになると目の色変わりますね。お米の粉で作った杏仁豆腐のようなプルプルした食感のスイーツ。死ぬほど美味しかったこれ。この白いのとろける。ね、やばい。何これ。そして全部で8品勢ぞろい。いただきます。豆腐のスイーツに蒸しパン、白玉のおしるこにタピオカのココナッツミルクと次々とご賞味。するとしずちゃんに異変が。ノンストップです。ザ欲望。落ち着いてしずさん逃げないから。タピオカ、ありがとう。これもうこの番組始まって以来一番食べてるじゃないですか。パン食べてタピオカで流し込んでる。スイーツ欲望モードに入って、まるで獣。しずちゃんだけかと思いきや、食べたな。負けじと気がつけば完食。完食。深夜12時半ようやくホテルへ。歩いたもんね。ここからはセルフ撮影による2人だけの部屋の様子をお楽しみください。すごい荷物。何持ってきた？なんか DS。DS とか。うん。あと持ってるゲームすべてとか。旅行とか行くと心配だから。ゲームとかすべて持ってない。ん？シュンさん、どうしました？じゃあチョコがあるの。シュンさん、混ぜた。さっき自ら進んで8品食べましたよ。チョコは無理です。うわうわすごい。でもやばい、これ絶対これ
高いとこっぽい。食べようかな。ちょっと一個食べてみるわ。頼もうかな。さすが。まだあんな嬉しそうな顔して。面白い。本当にチョコ好きなんですね。うん。チョコを口に含みながらシャドーウォーキングしても全然効果ない気がする。嘘。ようやく就寝。予定だと起床は5時半ですが、朝のこと覚えてないんだよな。全然分かんなかった。しょこたん2度目。本当だ。予定より10分遅れで出発。2日目の朝です。いや、夜の続きみたいなぐらい。まだ暗いですけども。海辺にあるという香港のシンボルへ。見えてきた、見えてきた。はぁ、はぁ、渡して。何急に走る。おはようございます。おはようございます。おはようございます。誰に挨拶してんの。うわー、美しい筋肉の。しょこたんの憧れの人、それは香港が生んだ伝説のアクションスター、ブルース・リー。香港に来た際は必ず立ち寄る聖地。しかし、しょこたん、何これ、これか。なんかこの方ですね、ブルースリーの。朝6時に起きてこれ。朝一番ですよ。なんかよく分からんけどな。朝食の店まではバスで移動するとのことですが、なんとあのバス我々の貸し切りです。じゃん。香港名物の2階建てバス、1時間7700円でチャーターが可能。すごーい。貸し切りか。貸し切り、超楽しい。貸し切りバスで香港の街を二人占め。メインストリートに入ると、わあ、わあ、すごい看板。すごい看板とか。看板怖い。すごい、超ギリギリ。どれか触りたいな。マジで触れそう。看板にスレスレ、これぞ香港。贅沢な移動です。こっちです。どうでした。すごい楽しい。しょこたん一押しの朝食の店。そう、これ2人が注文したのは、それはうまそう。なんとラーメン。香港では朝食として定番なんだそうです。安いですよね。朝の冷えた体に温かいラーメン。お味は、あ、超美味しい。美味しい。麺うまい。さらにおかゆ、お米のクレープ、ピータン豆腐と、朝から貪欲モード全開。さあ、時間に限りがございます。香港貪欲ツアー最後の目的地とは、ブルースリー様の本当に魂が宿る場所ですね。
この旅の締めとしては最高の場所ですね。実はしょこたんも初めて行くというブルースリーゆかりの地へ。わあ、着いた着いた着いた、わーい、やっと来れた、よっしゃ。何これ、しずちゃん驚愕の聖地とは。エッセンシャルウルトラハニー体験中。ハチミツたっぷり、ハニー3倍ウルトラハニーだって。たっぷり入ってきてる感じ、こっちもカモンハニー。毛先15センチのたっぷり集中ケア、高純度ハニー&プロテイン3倍、エッセンシャルウルトラハニーなヘアパック。毛先15センチのケアでかわいいわ作れる。ほんとだ。Fantastic moments. どこ行く？海かな。ニューフォレスター発信。Fantastic moments.昨日と違うどこかへ行きたい。気持ちよく走ろう。インプレッサ。50万円当たる。着いた着いた着いた、わーい、やっと来れた、よっしゃ。何これ、聖地だ聖地。一見普通のビルですが。何、兄さん、ここブルース・リーのお葬式やったとこなんです。あ、そうなんや。ここでブルース・リーがこの世と永遠のさよならをした場所なんですよ。しずさん、どうですか、この聖地を目の前にして。あ、そうなんやって今から35年前、この世を去ったブルース・リー。大勢のファンに囲まれながら葬儀が行われたこの地、しょこたんがどうしても来たかった場所でした。そしてこの旅の締めくくり、記念撮影。どっち？あ、バッチリ。ついに来たんだここに。やりましたね、しずさん。よかったな。よかった、幸せ。あ、そしてもう超時間がない。さあ、行きましょう。行きましょう、しずさん。オッケー、オッケー。帰りも弾丸です。疲れ知らずな二人と思いきや。そして30時間前に出発したばかりの成田空港に到着。しょこたんはここから次の仕事場へ。最後の最後まで弾丸でした。あの子、私がおらんとあかんな。一泊二日、二人のシンデレラが日常に戻ります。詰め込みまくりのすごかったですね。スイーツ、夜中のスイーツからちょっと壊れだした。気持ち帰り2人とも丸くなったもんね。ちょっと太ってましたよね、一泊なのに。そしてですね、今回途中でペニンシュラホテルの中にあるハンコ屋さんに行ってきたんですけども、その作ってきたハンコが届きましたので、完成いたしました。実はリンカさんが参ったんですよ。リンカ、お土産のハンコを早速押して。一体何が。リップラインまで美人線が崩れない、これが超密着マイクロフィットカラー。新しいオーブ、目元には漆黒パールシャドウ。朝シェイクして使う新オイルヘアカクテル。オイルよりベタつかない、ウォーターよりまとまる。シェイクするオイルヘアカクテルリーゼから。あなたの肌はもっと綺麗になる、その事実を届けたい。ソフィーナの皮膚科学は肌の仕組みを深く深く解き明かし、可能性を引き出します。そして今、角層の最深部、肌の芯へのお手入れを提案します。
誕生エイジングスキンケアソフィーナポーテ。それでは新プロジェクトの先輩おちついて、はい、それではいつも慌てず落ち着いて、それがセルフコントロール。ビジネスマンのアットローン三井住友銀行グループ。返済プランも自己管理。大活躍のマスカラ。お疲れ。お風呂でさっぱり落としましょう。濡れたまま頑張る。パーフェクトオイルです。ピオレコットン化粧水。約6倍の化粧水が入ったコットン化粧水。なじませてめくればパックもできて。ひたひた。ピオレコットン化粧水新発売。潤い満タン。ピオレ。全部ピンク。そう、この番組は清潔で美しく健やかな毎日を目指す花王と、大事な人にはよし、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。えい、出た。チョコタンってちょっとひらがなとか、かわいい、イラストも彫ってくれるので。こんなんで山崎静代じゃあリンカさんも押してみてください。管理、管理失敗ですねこれ。本当の人間違えたんや。ちゃんとリンカって書いたの。嘘。本当に嘘だね。本当じゃあとしたミスですね。今日から管理で。すごいこれ。来週は島谷ひとみさんがイタリアを弾丸トラベル。1泊4日、本場のパスタを何食食べられるか。